はい、令和元年、6月の8日、午後、19時50、47分でございます。NHK から国民を守ると公認候補希望者黒瀬信明 NHK をぶっ壊すということで、はい、今選挙が終わりまして、選挙活動の方が終わりまして、今からもう皆さん帰るんですけども、軽くまあ打ち上げの方もいたしまして、まあ、本当にまあ2週間皆様お疲れ様でした。今まさにですね、立花代表が帰ろうと、しているところなんですけども、はい、僕は勝手にこういう風に動画を撮らせていただいているんですけども、本当にあの最後、もう動画の方もアップさせていただいてるんですけども、本当にあの涙 の, あのこの選挙演説の方も、立花代表されましてですね、まあ非常に本当に皆さんの心をもう掴んで、まあ、心を打って、もう拍手してくださる方なり、まあ、本当に頑張れっていう風に大きな声を上げて応援してくれる人たちがいっぱいいましたので、あの本当に、まあ、あのすごい、あのなんていうんですかね、僕は初めてのボランティア活動だったんですけども、本当に参加させていただいてよかったなというふうに思ってます。まあ、本当にまあこれでですね、明日が投票日というふうになってますので、まあ結果自体はねどうなるのかというところは本当に楽しみなんですけども、皆様、本当にまああの楽しみにしていただけたら、まあ、あの皆様と一緒にあの楽しみに、まあできたらいいなというふうに思ってますので、明日の投票日にまあ期待しましょうということで、はい、僕のボランティア活動もですね、とりあえず堺市の方の方が終わってからは、一旦ですね、また東京の方とかにもチャンスがあったら行きゃなというふうに思ってるんですけども、また、東京の方も皆様お会いできたら、ご挨拶させていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、今はもう、立花代表を皆さんが囲んでですね、もう本当にすごいんですよ。たくさんの方が来ていただいて、メディアの方ももちろん来てますので、見えるかな、動画の方ですね、大阪観光のチャンネルの人とかともね、あの来てまして、皆様、動画の方とかでも、まあ、もちろん YouTube の方でも今回のこの堺市市長選挙の模様に関しましては、たくさんいろんな情報が出てますので、皆様そこで見ていただけたらなというふうに思ってます。そして少しでも NHK から国民を守る党という党を皆さんに知っていただきたいなというふうに思ってますし、本当に、まあ、これからですね、クリーンな政治、クリーンな選挙をやっていくということでですね、本当に皆様の民意に応えれるような、大きな党になっていってもらいたいなというふうにも思っております。ということでですね、現場の方からは以上ということになりますので、はい、皆さん、見ていただいている皆さん、いつもありがとうございます。ということで、難波駅前から NHK をぶっ壊す。